今日はコンピューターシステムの発展と今後の動向ということで富田先生のお話しいただくんですけれども、実は今回 の, 展覧会の中ではハードウェアの部分というのはそれほど強調されていないんですけれども、例えばですね、音声タイプライターのもしお持ちでしたら見ていただきたいんですけども、12ページのところに あるように、音声タイプというのはデジタル技術を使っているんですけれども、専用のハードウェアを使っていたものです。でコンピューターではなくて専用のハードウェア、そこにどう違いがあるのかといいますと、コンピューターの場合はやっぱりプログラムが内蔵式で可変であるというような条件がいろいろありまして、それを満たして初めてコンピューターになっていくわけなんですけれども、音声タイプはその直前というか、そういったハードウェアだったわけです。で社会研究室では京都大学にそのコンピューターをデジタルコンピューターを置きたいといういろいろなところからの要望があったのを受けて、京都大学にデジタルコンピューターを自分たちで作ってサービスに使うことができないかっていう、一連の動きの中でご尽力された研究室なんですね。で年表のところを見ていただきますと、何ページになりますかね、30ページ31ページのあたりなんですけれども、ここに一番下のハードウェアとかネットワークのことが書かれている灰色 の, 帯になっているところなんですけれども、ここに KDC-1 っていうのが最初に来ています。でこれは京都大学に初めて来たデジタルコンピューターで、当時 の, 研究者の中から代表の大学院生の、方が、行かれて日立で、一緒に作って、納められたというものです。でこれが大学で初めてのコンピューター、日本の大学で初めてのコンピューターというわけではなかったんですけれども、これがすぐに計算機サービスを始めたということで、そのサービスが大学の中で行われた組織だって行われて、なんていうんですかね、止まることなくずっとそのコンピューターセンターにつながっていったということで、その意味では京都大学のこのサービスの仕組みが日本の大学では最初のしっかりとした試みだったということで歴史に刻まれているわけです。で富田先生は、こういった京都大学の歴史の中で初期ご自分では68年から、73年まで社会研究室の大学院生として音声の研究に携わられました。で音声合成をして1台のコンピューターで同時に10個の文章を音声出力するシステムというのを作られたそうです。それで先生が使われていたコンピューターというのが、今回表紙になっている、この人たちが写っているこれですね、200 の, コンピューターなんですけれども、これが社会研究室が初めて大学の中でご自分たちの研究室にコンピューターを、設置されたという、当時では非常に贅沢な研究室だったわけです。でこういった設備の背景があって、そういった音声合成の研究、富田先生がなさったような研究が進んだということになります。で音声合成自体は現フジテック会長の大谷先生、大谷さんという方が先に先輩としてなさっていたそうなんですけれども、それを多重に同時合成するというようなことで業績を挙げられました。でその時いろいろハードウェアを作るという経験をなさって、そういった電気的な電子的なデバイスをいろいろ作るというご経験が生きて、京大の中 の, そのハードウェアを作るアーキテクチャの部門ですね、コンピューターの設計をする、部門の助手として採用されたそうです。でその時の試験というか採用の時にはハンダ付けが上手かどうかというところを試験されて採用されたということで、先生に言わせると誠に優雅な時代であったということだそうです。でその後萩原先生というハードウェア の, アーキテクチャで有名な先生のもとで助手、助教授となさいまして、九州大学に教授として、86年に、移動されました。でその後91年に京大の方にお戻りになって、
中で教団の中で工学部から情報学研究科っていうのが独立した大学院として、まあ、設置されたりしたこともあって、中 の、 組織改正とともに、まあ、部局はいろいろ移られてるんですけれども、ずっと一貫して計算機の、計算機システム の、 講座をご担当なさって今に至っていらっしゃいます。で現在は、京都大学大学院情報学研究科の、通信情報システム専攻の教授でいらして、研究科、情報学研究科の課長、研究課長なさってます。でもちろんアーキテクチャの分野でたくさん著書も、もちろん論文ももちろんたくさんあるんですけれども、著書もたくさんお書きになっていて、最近では情報社会とコンピューターといったもうちょっと広く社会的な側面も論じたような啓蒙的な、著書もございます。じゃあ今日はよろしくお願いいたします。どうも花粉のご紹介ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。京都大学の富田でございます。現在ご紹介ありましたように情報学研究科の研究科長を応接されておりまして、研究科長の仕事が多くてあんまり研究ができて困っておるところでございます。で今日はコンピュータシステムの発展と今後の動向ということで、まあ、これまでの3回のご講演は音声とかですね、それから画像とか事前言語とか、まあ、そういったマルチメディア関連 の、 ご講演だったかと思いますけど、まあ、そういった処理を支えるコンピューターシステムが、まあ、どういう歴史をたどって、ここまで来てるかと。で、まあ、現在どういったやり方で皆さんが使っておられるそのパソコンがですね、この中で、どういうこの役割を果たしているか、そういったようなお話をですね、いろいろさせていただきたいというふうに思っております。それからもう一つはですね、現在非常にこのホットな話題がありまして、これはこの計測コンピューターを作りましょうという話が今年の本年度のからですね、文部科学省の方でスタートをやりまして、5年間のプロジェクトということで、スタートをしておりまして、予算額が1100億円、5年間なんですよね。で今年は35億円だけお金がついてるんですが、こういうコンピューターを作ると。で、K というのは腸の上の桁なんですよね。で、腸の下が奥ということで、奥が10の8乗ということで、0が8つなんだのが奥なんですけど、その上が腸で、腸が10の12乗ですか、ということですから、0が12個なんだ。その上が K ということで、この10の16乗というで16個の0がで毎秒あたりこの10の16乗回の、この演算をするようなコンピューターを作りましょうということでですね、現在大きなプロジェクトがスタートしつつありますんで、まあその辺のお話も含めて少しコンピューターの発展過程と現状、それから今後というふうなお話をさせていただきたいと思っております。まあ、少し専門的な話が多くなって申し訳ないかもしれませんけど、なるべく簡単な用語で話をしたいと思っておりますので、ご質問ありましたら途中で それで、まあ最初はごく基本的なお話ということで、そのコンピューターの仕組みがどうなっているかというふうなお話から少し入らさせていただきます。で、コンピューターの仕組みを理解するときに、理解の深さのレベルというのがあるわけですが、それはコンピューターの仕組みを理解するということと、アナロジーとしてですね、
車のこの仕組みを理解するということでお話しさせていただきますと、まあ、車のことと言いますとですね、まずは利用するというそういうレベルでいきますと、これはまあ交通手段だなというレベルで車を捉えると、それからもうちょっとこの理解の深さを深めますと、車を運転してみたいということで操作をしてみたいということで、これが車を運転するというふうになる。それからもう少し理解を深めたいということになりますと、車というのがどういう原理で動いてて、この車の中にどういう構成要素があって、それらがどういうふうに相互にこのつなぎ合わさって動いてるかということで、このハンドルとかですね、エンジンとかブレーキとかアクセルとか、こういったような構成要素があるんですが、こういったものがどういうふうにこうつながって強調して動いてるかというふうなレベルで理解をすると、こういうふうなレベルであります。それからさらにもうちょっと深いレベルで車を理解しようとしますと、じゃあ構成要素の詳細構造がまあどうなってるかということで、例えばエンジンですね、エンジンの構造がどういう構造になってるかというふうなことで、エンジンの原理をきちっと知るというふうなレベルで、さらにもうちょっと深く理解しようとしますと、じゃあエンジンがどういうふうな材料でですね、作られているかと、そういったレベルまで理解をするということで、まあ、車を理解するといっても、まあ、いろんなレベルでの理解というのが、まあ、あるわけですね。でそれと同じようにコンピューターも、まずはコンピューターを利用するという立場でいきますと、例えばオフィスを買ってきてですね、オフィスをインストールして文章の作成をするというふうなこととか、それから電子メールのソフトを入れて使うとか、まあ、そういったようなレベル、それから操作のレベルということにいきますと、じゃあ今度は自分で、自分好みのこの、処理をコンピューターにやらせてみたいということになりますと、このプログラムをこう作成をすると、そういうふうなレベルがあるわけですね。でもうちょっとコンピューターのところをこう調べてみたいということになりますと、コンピューターのこの原理構成要素と相互関連と、こういうレベルでコンピューターを理解するということで、コンピューターの中に例えばこの演算装置、制御装置、記憶装置、入出力装置、まあ、こういったようなものがあって、これらがこの、まあ、プログラム制御方式というふうなやり方で全体が制御されて動いています。こういうレベルでコンピューターを理解するというわけです。でもうちょっと低い深いレベルですね、理解しますと、今度はこの演算装置ね、例えば掛け算をするこの演算装置が、どういうふうにこの作られているかと、そういうレベルで理解する。でさらにこの演算装置を構成するこの、まあ、AND ゲートとかオアゲートとかそういうのがあるんですが、そういったものがこのトランジスタでどういうふうに作られているか、構成されているか、でそういったレベルまで理解をするというわけです。まあ、そういうことでいろいろな理解のレベルがあるわけです。でコンピューターのところでいきますと、こういうレベルですね、利用のレベルがアプリケーション、それから操作のレベルが、まあ、プログラミングと、こういうぐらい。で、この原理とか構成要素の辺のところが、このアーキテクチャ、こういうぐらいに呼ばれています。それから、このレベルが論理設計、それからこのレベルが、まあ、素子とかデバイスとか、そういうふうに今呼ばれているわけです。で、ここでお話しするのはですね、この辺のレベルの話だね、この辺のレベルの話でありまして、このレベルで、コンピューターの仕組みを理解をしていただくというわけです。ですからこれより上の辺とかですね、ここから下の辺はあまり話が出てこないというわけでございます。